はい、どうもこんにちは。フィギュアレスキーといっかんです。今回はフィギュアチェックでございます。新作フィギュアのチェックと、あとね、もうすぐ発売される大型フィギュアをね、少しチェックしていこうかと思います。で、まずはグスマさんのサイトにお邪魔しまして、で、本日から予約開始となりましたウィングさんのイナベルロール、こちらがですね、イラストレーターのみちはつさんの描くオリジナルキャラということで、なかなかのナイスバディな可愛い子ちゃんになっています。で、右手にはモップを持っていて、なんでもこの子はウェイトレスらしいですね。まあこんな大胆な格好をしておりますが、ウェイトレスらしいですで、なんとですね、こちらのフィギュアなのですが、私のサブチャンネルのトイカンオルタの方で本日よりデコマスフィギュアレビューをさせていただいております。あのウィングさんと言いますとね、あのボンバーガールのアクア、あれ以来のデコマスレビューになるのですが、私としてはですね。で、本当はね、あのこっちのメインチャンネルの方で、トイカンチャンネルの方で、で、この時間帯にアップする予定だったんですけれども、あまりにも過激だったのでちょっとね、うん、まあ健全なんですよ、健全なんですけれども、かなりね、豪華な仕様になっていたので、まあ今回はオルタの方で公開させていただいております。まあぜひね、そちらの方もあのものすごく可愛いフィギュアになっていますので、ご覧になっていただければと思います。もう本当にね、かなりやばいことになっていますから。さらにですね、そのウィンクさんなんですけれども、なんとメカさん自社のですね、 YouTube チャンネルを開設されたそうです。まあそちらの方でもですね、まあこのフィギュアの動画はちょっと短いんですけれども、でもその分ね、かっこよくあのプロが作ってますので、そちらの紹介動画の方もね、ぜひね、ご覧になっていただければと思います。下の説明欄にチャンネルの URL も貼っておきますので、チャンネル登録合わせてね、よろしくお願いいたします。そして変わってこちらがファットさんです。ファットカンパニー。ファットさんからはミリムですね。テンスラのミリム。まあファットさんではこれまでにもですね、リムルとシズさんがテンスラの方からはフィギュア化されているのですが、まあついに魔王ミリムをフィギュア化されたということですね。で、このミリムもね、タメカ含めてね、結構フィギュアたくさん出ているんですよ。まあ、ただね、アニメの方でもこれからもっともっとね、活躍していくんですよね、この子はきっと。多分そうなんでしょうね。うん。なのでね、これからもね、期待しますよね、このミリムのフィギュアが。で、こちらのスケールが7分の1となっておりまして、販売価格が税込みの 19,800円。発売は来年の6月の予定です。いやー、約1年後ですね。長いですね。そしてこちらは角川さんなのですが、なんとレムではなくてラムです。ラムファンは歓喜ですね。これはラムのロズワール戦バージョンです。まあ、これはね、僕もワンホビでデコマスを直に見てきたんですけれども、なかなか良かったですよ。まあ、もちろんね、これはデコマスではあるんですけれども、戦闘中の躍動感のあるポージングと、まあ、そのね、戦いによって汚れたメイド服、汚れたというかちょっとね、こう燃えてるような感じなんですよね。これが普段のラムのフィギュアとは随分変わった様相で、なかなか良かったです。ラム推しの方であればね、これはもう買った方がよろしいかと思います。まあ、まだね、今後もね、いろいろとラムのフィギュアはね、出てきそうではありますけれどもね。ただちょっとお高いのかな。スケールは7分の1で、販売価格が税込みの22,000円。まあちょっとね、お高い感もありますが、ただこれ量販店ならのお値引きもありますし、メイド服での戦闘シーンのラムっていうのもね、なかなか貴重だとは思いますので、個人的にはおすすめです。発売は今年の12月の予定です。こちらは半年後ですね。で、その角川さんなのですが、例のスタチュー、オーバーロードのアインズとアルベドのやつね、あれがどうなったのか、全世界限定300体ってやつね、まだね、ありますね。ただもう、この動画をね、アップしてる頃には売り切れてるかもしれませんが、でも意外でしたね。もう僕なんかはね、すぐに売り切れちゃうんじゃないかと思ってましたから、だって全世界で300体なんてあっという間かと思ってましたから。まあでもね、今アニメが放送されてないんでね、いまいち盛り上がりには欠けているのかもしれませんね。そしてこちらは東京フィギュアさんのサイトですが、アワートレジャーさんのセイバー、女王、メイブ、サマークイーンズ。
これがですね、例のあのアッセンブルと合わせまして受注開始となっております。そのアッセンブルというのは組み立てが必要なフィギュアで、まあ、僕もね以前にあのマシュとアルトリアで紹介動画をアップしてるんですけれども、これはね自分で組み立てる分安くなってるんですよ。ちなみにこの全塗装組み立て済みのものもあるんですけれども、こちらが税込みの 12,650 円、スケールは1/8で、その組み立て式のアッセンブルの方がなんと税込みの 6,050 円とかなり安いんですよ。もうなかなかね最近スケールフィギュアでこのお値段ってないですよね。でスケールは1/8なので、あのグスマさんのポップアップよりも大きいですし、基本ヘッドパーツは全塗装済みで、ボディパーツも色分けはされているようなので、それなりにフィギュアとしても楽しめるし、改造とかあとリペイントとかもしやすくなってます。まあなかなかねお値段の割にはいい商品だと思います。お金に余裕があって組み立てるのがめんどくさいっていう人はお高い方を買えばいいと思うし、節約したい人であればアッセンブルでもね満足できるレベルだとは思います。ちなみにこちらの発売時期は今年の11月の予定です。そしてこちらがキャラアニさんのデートアライブの時崎くるみのチャイナドレスバージョンがリペイントバージョン、まあ空張りですねで出るようです。いやーでも本当にねくるみのフィギュア多いですね。ちょっともうなんかアスナを追いつき追い越しそうな感じ。まあそこまでではないかな。まだちなみに最初に出た方が黒っぽいチャイナドレスだったんですけど、今度のリペイント版は赤っぽいですね。まあでもくるみって言いますと大体赤か黒ですからね。うんでちょっと光沢があるのかなこの赤は。でスケールが1/7で販売価格が税込みの 15,400 円で、発売が今年の12月の予定です。いやー12月は多いですね。そしてこちらがことぶき屋さんなのですが、今日ね例のあのプラモデル白と黒いやつ、僕もねなんとかあれゲットしたんですけれども、なんか大変でしたね今プラモデル買うのってあんな大変なんですかね。で今回はプラモではなくてフィギュアなのですが、アルティナ・オライオン、これはね奇跡シリーズというゲームのキャラらしいのですが、まあ、僕もね詳しくはわからないんですけれども、この子も人気らしくて、いろいろとねこの日はあの他にも呪術廻戦の五条先生の発売とかもあって、結構ねことぶき屋のサーバーが重くなってましたね。でこの帽子をかぶった女の子、下はショートパンツにロングブーツで絶対領域を演出していると。いやーなかなかいいですねこれで、クールな表情をしていて帽子も外れると。ふむふむなるほど、まあこれはねファンは欲しくなりますよね。でこちらのスケールが1/8で、販売価格が税込みの 14,850 円、発売が今年の11月の予定です。でこれはねことぶき屋ショップ限定ってやつは今回はないようですね。珍しいですね。そしてですね、延期されていたフィギュアがようやく発売されるようです。まずですねこれがアルターから発売されるメルトリリス、これが6月29日に出荷されるとのことです。なので月明け7月にはね届きそうですかね。ちょっとね久々のアルターの大型フィギュアなので期待してますね。そしてリコルヌさんのアベンジャージャヌダルクオルタ、あれもようやくですね、ようやく発売となります。今のところ一応7月の10日かな出荷されるというアナウンスがされています。まあこれはねもうあのシリーズを通してね FGO フィギュアの中でも1/7スケールとしては最高のものになるんじゃないのかな。うん、いやーこれは本当に楽しみですね。ただまあ残念なお話もあって、アマックニのライダーアルトリアオルタが8月から9月あたりの出荷予定に延期されています。まあフィギュアの世界では当然のようにある延期なのですが、特に今はあのまだねコロナの影響もありますから、そこはしばらく我慢しましょう。はい、ということで今回は新作フィギュアの情報でした。またちょっとねあの今後新作フィギュアラッシュの予感もありますので、またそちらはねこのチャンネルでも情報チェックしていきますので、どうぞお楽しみにしてください。チャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。ではではまたね。